ちょっとすごいことが起きました。見てください。だらん、多分間違いなく USA おじさんです。うわうわ、すごい狭いでしょみなさんこんにちは。いやもうすごいですよ、びっくりですよ。USA おじさんが僕の車に来てくれてます。僕のトラックに来てくれてます。はい、こちら多分みんな信じてもらえへんかもしれないですけど、本当にねもう偶然です。偶然っていうかもう奇跡ですよね、このタイミングでお会いする。あ、ありました。どう、ああどうぞどうぞちょっと待って、はい。いや、もうあの有名 YouTuber の、あとトラックドライバーの USA おじさんが僕のトラックにいますあんまり信じられない。なんか電話中ですか、大丈夫ですか。ああ、待って一緒になりましょうちょっと、はい、撮らせてもらいます。あ、どうも、生まれるわ。いや、ほんまに信じられへんすよ。あ、USA おじさんです。いや、もうみんな知ってますよね本当にみんな知ってます。偶然コートさんにお会いしまして、本当奇跡。いや、もうこのシーンすら多分貴重やと思います奇跡おじさんが YouTube 撮ったところを YouTube 撮ってますいや、ほんまに、ね、いや、もうほんまに嬉しいですよ、ね、コートさんのトラック見せていただいております。もう一回再度。あ、そっかそっか。で、ね、いいですね、シンプル、なるほど。マイクロウェーブないって言ったらありますよね。マイクロウェーブ持ってないんですよ、ね、まあ、場所も最近ないんでそうやった、そうやった。場所もないんであれなんですけど、そうですね、まあ、まあまあまあそうです、はい、僕はやっぱ基本的に6日か7日走って。なるほど、戻れるから。で、戻ったら何日くらい休みあるんですか、その時におるんですか。あ、まあ、大体2日ぐらいです。あ、いいですね、はい、安定してますね。そうですね、はい。ちなみにお給料制とかそういうことなんですか。そうです、はい、もう走った分だけもらえるみたいな感じです。距離で。そうです、はい、距離です。あ、なるほどなるほど。そうですね、何カナダダラパーマイルとかですか、パーキロメーターとかなんですか。マイルですね。なぜかやっぱマイルなんですよ、ね、マイルなんですね、はい。どのくらいもらえるんですか今は。平均したら、ちょっと待ってくださいね。カナダドルで6、そうですね、カナダドルで60、1マイル65セントから、はい、75の間ぐらい。そんなにいいんですね今ね。最近すごい上がったんですよ。らしいです。僕がトラック会社入った頃は1マイル50セントぐらい平均でしたけどね、はい、あ、そうなんだ。あ、ちょっと待ってください。でもカナダドル、アメリカドル高いじゃないですか。あ、でもアメリカも結構そこそこ上がってるみたいです今は。あ、そうなんですね、はい、カナダドルの、ね、多分 1.3 倍ぐらい高いですよね、あのアメリカドルは、はい、なので 1.3 割ってください。いや、まあでもそうですね、まあ悪くないんじゃないかなとは思ってますけど。いや、いいんじゃないですか、そんだけもらえるね。いや、でもね、僕結構大変やなと思いました、この仕事。どういうところ、ね、ちょっと聞いてみましょう。いや、すいません、いきなり自分から言って聞かれてもないのに言ってるって。いや、言ってください。いや、でもやっぱ、はい、何が大変かってやっぱ、うん、まあ一つはやっぱ、さっきも言ってましたけど、そうです、はい。僕は結構センシティブな方なんで。わかる。だって僕も最初やる前心配でしたもん。あ、本当ですか。僕も静かなところに住んでたんで。あ、そうなんですよ。僕もうトラックってうるさいでしょ、だからできるかなって心配でしたね。僕の家もねすごい静かなんですよ。カナダ静かそうカナダは静かそうですね。なので、カナダどこですか、トロント方面ですか。あ、僕はもうアルバータ州なんで。アルバータっていうと一回なんかね壊れてましたね。3700キロだ。超えてますね。もうどっちかといえばそのブリティッシュコロンビアの隣ですよね。そうです、はい、山越えた、ロッキーマウンテン越えたところです。上がるやつですね。あと僕一つ疑問というか質問あるんですけど、はいはい、カナダのボートさんに質問あるんですけど、はい、カナダのトラックって APU ついてませんよね。いや、あれついてると思うんですけど、ね、あ、ついてる。あ、ほんと。っていうか、なんか僕カナダに仕事でよくお邪魔してたらトラックストップとか行くとみんな静か、トラックはみんな止まってエンジン切って静かにしてるから。あ、はいはいはい。で、僕だけ AP いつも動かしてガーみたいな動かしてたから、なんか申し訳ないかなと。あ、僕ね、その AP ついてるとは思うんですよ。本当、
ただなんかはっきり分かってないっていうのはあるんですよね。あ、じゃあ後でちょっと見てみましょうか。あのファンとかもファンでしたっけ、後ろについてます。ファンはついてるんですね。あれは関係ないか、でもなんかこの辺から音が鳴ってるような気がする。あ、本当ですか。へー、夏でも。でも夏は冷房どうしてるんですか。このねエンジンかけるんですか。あ、そうです、このオンにしてこのモードがあるんですよ。あ、モード、はあ、はあ、でもエンジンかかるってことですよね。つまりエンジンかかります、かかるんですよね、はい。このインテリアコンフォートモードっていうのがあるんですけど、すごい、もうインテリアコンフォート、そうですね、このこれをオンにする、オンにすると、はい、このスタンバイモードになって、なるほど、で後ろで温度調節するんですけど、あ、必要に応じて出てきて、そうです、で見てもらったらねちょっと分かるんですけど、あ、入ってもらっても大丈夫ですよ。あ、かかった。あ、そうです、今かかりましたね。かかった、そうです、今オンになってるんでかかって、で室内がだいぶ静かになって、はい、静かというか冷たくなったら、はい、切れる、勝手に切れるんです。今切ったんでね、多分すぐ切れると思います。あ、なるほど。これをなんていうかわかんない、オプティアイドリングモード、そうですね、みたいなことを、切れた、あ、そういう機能がついてるんですね。そうですね、はい。まあでもこれもやっぱりエンジンかかるたびに音がするんで、そうですよね、うるさいですけど、音だけじゃ振動ね、そうです、ディーゼルエンジンなんでブルブルブルみたいな。 それがまあ一つと、はい、でもう一つやっぱ大変やなと思ったのは、あの冬の運転です。滑るから、しかもカナダなんでアメリカより大変だと思いますよ、はい、僕も思いました。思ったでしょう、やっぱりあのトロトロ運転でしょ、トロトロ運転あとやっぱ安全のためにはトロトロ運転しかないって、結局ね、アメリカの方に運ぼうと思ったら、うん、どっかの山越えなあかんですよね。そうですね、確かに。今日もあの こっち側サクラメントの、はい、まあカナダから降りてきて、はい、どっから入ってきたんですか今回アメリカに。 I-15 の I-15 スリートグラスとクーツっていう田舎の国境があるんですよね。はいはい、あれですよね、ラスベガスの方の海中にグーッと上がってきたの。そうです、そうです、うん。僕はもうしょっちゅうそこ通るんですけど。はい、僕も一回だけ通ったことあります、その例の。あ、例の時ね。はい、一、はいはい、回だけですけどね。うん、でもそこをひたすらあの下がってきて、86を右折して84に入って、80に入って、はいはい、あのドナーパス、ね。あ、ドナーパスですね。はい、あれを越えて、ね、であそこもう冬、やばいっすか、すごいですよね。やっぱりもうしょっちゅう。チェーンナップ規制出ますし、チェーンナップはしました、したことあります、ね、僕この冬はしなくて済みました。済みました、ね、まあ、あの何やろ、するタイミングしようとは思ってたんですけど、はい、でももうハイウェイ自体がクローズしてしまって、あ、いいタイミングで閉まってくれたと思って、ね、なのでもうそのまま I-5 で北にカナダの方に戻ります。あ、そうなんですね、はい、まあ、でもそっちもやっぱり山あるんで、まあ、結局はあるってことですよね。やっぱり山道の冬の山道はもう大変やなと思います。ずっと気使うからすごい疲れるでしょって終わったら、もうずっと天気予報とか、はい、その道路コンディションのアプリとかニュースを見て計画立てて、ですよ、ね、トリッププランニング重要ですね冬ね。そうですね、もうでもやっぱりもう大変やと思います。わかります、はい、まあ、僕は冬道運転好きな方なんですけど、ね、北海道好きな方だけど分かります、その大変さは。やっぱずっと気使ってなきゃなんないんで、勝手に奥義を伝授してもらいましたよ。冬になると気化し始めると、まあでもやっぱりね、東の方はそんなに山ないです、まあ、そう平地なんですよ基本ね。だから西に来る時の方が気使いますよね、山下る時ね。上がる時につけば下りやっぱりもうやばいんで、はい、下りでブレーキなんか効かなかったら一貫の終わりですよ。怖いです。上りだったらアクセル抜けば止まってくれるからいいじゃないですか、はい、ね、だけど下りはやばいし、あとわだちって言ってね、道がデコボコしてて、はいはい、ハンドル急に取られたりとか、はいはい、まあ、あとは自分はまっすぐ走ってるけど横の車が横から突っ込んでくるとか、ね、そうですよね、もう怖いです、もうそんなん考えてたら。そうだから、まあその2点がやっぱ大変やなと思ったところですね。ですね、まあ、夏走る分に関してはすごい、まあ、もう快適なんで、はい、あ、そうですね、夏は最高です。そうですね、はい、夏は問題ないですね。そうです、まあ、大概だからもう僕はもう最近はもうカリフォルニアのロードが多いんで、あ、カルガリーカリフォルニアのどっかっていうのを、まあ、結構行き来してることが多いですね。はい、そうですね、片道まあ 2,3 日かけて来て 2,3 日かけて帰るっていうでお休みのが最近多いです。あ、はい、
いいですね。なかなか私生活とねバランスが取れて、結構ね融通聞かせてくれはるんで、はい、会社に、はい、リクエスト出せば。だから稼ぎたい人はもうガンガンあやってもいいよってことです、ね、もうそれこそ34時間きっちり休んで、もうその後すぐ走り出す、まあ、仕事しない、あの家帰んないで走ってもいいよって、そうです、はい、やりたい人はどうぞっていう、そうそう、だからもう何ヶ月も家帰らない人も中にはいはるってことですね、はい、お金稼ぐぞみたいな、そうです、そうです、いいですね、いろいろやりね稼ぎ、まあそれで疲れたら家帰ってもいいしみたいな、そうですね、やっぱまあドライバーさんが足りてないっていうのはある、やっぱ、ね、そうです、カナダの方も、まあ、どこもそうですね、アメリカも、ね、やっぱそうですね、全世界的に足りてないですよね、そうです、はい、なるほど、そっか、他そうですね、うん、すいません、今日僕も今日奇跡的にお会いしたんで、ちょっと今何を話していいかちょっと頭に浮かんでこないんですけど、いやいや分かります、いやすごい分かります、もう僕もえーとか思いながら4時間ぐらいなんかずっとあたふたちょっと一回外出ましょうか、あそうしましょうか、はい、そんな感じで、はいはい、皆様お邪魔してしまいました、いいこんな感じ、どうぞ、トラックね、だから多分もしかしたら僕の予想では小さいのがどっか、これはついてて電気が足りなくなったらエンジンがかかるという仕組みじゃないですか、トラック自体の、あそうなんこれじゃなくて、あなるほど、ね、まさか直接見れるとは思わなかったです、本当に何回も YouTube で見たいやタイヤもすごいな、このタイヤこれなんですよ、ね、今ねすごいね、このトラディショナルなやつ使ってるんですね、バイソンさんね、そうですね、なんか、エアロパーツついてますよね、エアロパーツ、これこれで多分燃費良くなるんじゃないですか、あなんかねそういうのがいっぱいついてます ねこれもそうだし、あの後ろこのトレーラーはついてないですけど、あれさ、あの開くやつね、そうです、あれも最近やっぱねついてますね、このこういうのもそれ ね、まあ、ご覧の通りタンクが短くて、はい、短くて、まあ、こういう感じですね、ここのタイヤの位置が一緒だけど後ろがはみ出してないんでね、箱車さんみたいなここが、ああなるほど、でもそれだけ短いんですよ、で運転しやすいですよ、あねえそうですね、バックテープも動かなくてここで固定なんで、バックするときも後ろのせり出し心配する必要性ないんで、あ、はいはいはい、ここだけ見てバックすればここ使わないんで、はいはい、そうだったらこの辺の後ろのこと考えなきゃなんないじゃないですかそうですね、特にジャックナイフで入れるときとか、はい、角度考えないとバッキーみたいな、僕も一回当てました、お前ですか、あのそれこんな感じで止まってたんですよ、はいはい、で、左に出ようとした時に、うん、右後ろがそうなんです、右側のそうなんです、要はせり出しちゃうからハンドルきつく切ると右側がグーッと出て当たっちゃうんですよ、見えない側が、はい、だからすごい出ていくとかゆっくり行くがないとならないっていう、スクールバスも一緒ですよ、スクールバスもタイヤが後ろからタイヤの後ろにボディがガーッとはみ出してるんで、はいはいはい、ハンドルガーッと左に切ってグッていくと後ろ右側がヒュッと出てガシャみたいな狭いと、はい、見事にミラーをミラーに当たっちゃったんですね、当ててしまいましたね、しかも僕気づかへんくて、あ本当行っちゃった、当て逃げしようと、いやいや大丈夫です、あのもうちょっとで当て逃げってところですね、あっていうのは隣のやっぱトラックの人がピーって鳴らして降りてきて、うん、ちょっとちょっとみたいな、でその時はもうオラーみたいな感じあと焦った、焦りましたよ、何と思いました、いやいや僕、いや何もしてないって、うん、ずっと言ってましたもん、うん、直接見るまでは、うん、してそれでちょっとこっち来い、こっち置いておいてたら当たってて、はい、こうやってぶつかったねって言われて、まあもう僕しかないやろうなっていう感じ、朝4時半ぐらいだったんで、あ暗くて見えなかった、しかもそうですね、あとやっぱ音もなんか聞こえないですよね、左に抜けていくときやったら、ミラーぶつけたぐらいじゃ気づかないですよ、そうですね、正直、だからもしその人が起きてこわへんかったら、うん、当て逃げになってたかもしれないです、あまあね、はい、悪気のない当て逃げね、そうですね、はい、だからすごい気をつけなきゃならないですよ、トラックってやっぱでかいからね、はい、もう会社にも言われましたね、やっぱり、あ、はい、あそっか、会社に報告しなきゃならないから、そうですね、はい、だけどそれで、あのすいませんって言ったら許してくれましたよ、ペースさん、あそうです、はいはい、ちゃんと、本当はね、なんかやっぱ事故した時って謝ったりしてはいけないみたいなことを、ね、まあそうですね、基本はね、そうですよね、うん、でもさすがにもうどう考えても僕の責任やなと思ったんで、うん、もうちょっとすいませんって、はい、したら向こうも落ち着いてくれた、あもうすごい落ち着いて、すごいいい人でした、うん、
初めはすごいとこがあってめっちゃ怖かったんです、僕もめっちゃ怖かったんですけど、でもちゃんとあのちゃんと誠意を示したら許してくれましたが、はい、らしいです。仕方ないねって、まあ、まだ新人やろみたいな感じで。ミラー割れました、その方の。割れてはいない、割れてはなかったです、はい、じゃあ曲がってガシャみたいな、って曲がっ違う方向に曲がってしまって、で違う方向で前側に、そうです。で、まあ、あのでもちょっとね、押しては治らなかったんで、押しただけじゃ、あ、じゃあ根元からなんか行っちゃったんですね。そうですね。で、まあ、向こうの会社の、ショップが近かったんで。それはアメリカのトラック会社さんですか？そうです、なんかメイトラッキング。あ、メイさん、ありますよ、ね、そうです、はい、もうそんな感じです。だからね、ちょっと、ちょっと気をつけな、怖いなと思います。僕がいつも駐車場所に気づかれ、分かるでしょう。いや、分かりますよ、もうすっごい分かりました。分かるです、その気持ち。だから、まあ、僕ももちろんそういう、はい、当てられることもあるし、まあ、ねえ、ひどいですよね。やっぱり当て逃げもあったし、ね、だからもう止める場所本当気づかんすよ。だからそういうことがあるだろうなって考えて、はいはい、なるべく幅開けたりとか、はい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 、ね、そういう風に入ってくるときにこっち側に止めとけばぶつけられづらいかなとか、できるだけ角であったりとか、できるだけ角、そうです、まあ、角でもどっちの角によるかっていう問題もあるんで、まあ僕はもう基本的に早く起きて、はい、早く、あ、みんな起きる前に行くっすよね。そうです、はい、でトラックストップにも早く着いて、はい、パーキング自分で選べるようにはしてるんですけど ね、すごい賢い選択だと思います、はい。まあ、ギリギリでやるといろいろやっぱトラブルのもとなんで、そうですね。まあ、あとはやっぱり隣にリーファーが来ないことをうるさいから自分も思ってるんですけど、でもやっぱり隣のリーファーも結構うるさいんですよね。そうですよね。でリーファーもメンテナンスが悪いやつだと余計うるさいじゃないですか。ひどいですよ ね、はい、もうそうなんですよ。新しいリーファーだと結構静かだけど、はい、なんか直感なんじゃないかなみたいな。ありますあります。ほんまにあります。もう最悪ですよね、もうそんなん来たら。だから多分やっぱりフラットベッドとかタンカーの隣だと割合静かだと思いますよ。そうです、ね、あ、そうですね。だからあの今日もそれを探してたんですよ。ちょっと あのプライムパーキング、お金払うパーキング、レザーブドパーキングもちょっと空いてたんで、はいはいはい、だからどうにしようかなって。ああ、そう、どうせならいいとこ止めようかなみたいな。で、まあ、タンクや、タンクあった、タンク大丈夫やと思って、でそのちょうど右隣もあの箱車やったんですよ、普通のリーファーじゃなかったんですよ、はいはい、あ、ドライバーみたいな。あ、もうここやんってここしかないとか思って。その気持ちよくわかる。僕も全く同じ行動パターン取りますよね。なるべく静かで、はい、平らで安全なところ。そうですね。でもちょうど止めたらまさかですよ。まさか偶然です。そうです、ほんまに。いや、もう本当に嬉しいです。もう、いや、僕も嬉しいです。本当奇跡。僕だから、まあ、トラック乗り始めようと思った時に、はいはい、やっぱ YouTube で見てたんですよ、はいはい、トラックどんな仕事なんやろうっていうのをね、はいはい、でやっぱ見てたら、はい、USA トラックおじさんが出てきました。出てきました、出てきました、はい、ちょうどね、ね、給料明細みたいなのを出されてた。あ、いや、その、なんかその前後ぐらいかな、はいはい、おそらく1年ちょっと前ぐらいですよね、はい、じゃあ何かのお役に私立つことができました。立ちましたよ。すごいすごい影響を受けましたよ。もうあのみんなにも言ってますけど、はいはい、やっぱ楽しそうやなと思いましたもん。楽しそう本当にね。だって、ま、僕全く知らなかったし、でそういう知り合いも全くいなかったんですよ、周りに、はい、はいはい、で YouTube で、はい、あのおじさんの動画を見て、はい、あ、ちょっと楽しそうやなと思って、はいはいはい、やってみようかなと思って。トラッキング楽しいです、皆さん。まあ大変なことも多いけど、多いけど、多いけど楽しいところが楽しいですね。そうですね、はい、楽しいです皆さん。僕、まあ、運転も、そうなんですけど、運転もそうだし、そうですね、はい、特に、まあ、天気良かったりしたら、ね、なおさらそうですし、大変な部分もありますけど、でもやっぱり総合的に考えたら、あの、まあ、お金、ね、悪くないですよね。お金も、ね、はい、そうなんです、はい、みんなからトラッキング流行らせましょうみたいな。ね、実際でも増えておられますよね。あの最近も日本人 の、 あのなんチームで、あ、プライムの、そうですね、名前忘れましたけど、ね、ね、はい、スタートしてはる人もやりますね。はい、マルちゃん、まあ、マルちゃんは結局どうだったのかな、まあ、ちょっと最近お話してないですけど、はい、まあ、しばらく頑張って慣れ、はいはい、てもらおうと思うんですけど、はいはい、いや、だから増えてるのかなと思いますけど、ね、すね、トラック乗ってる方ね。カナダの方はちょっとあんまり知らない。まあ、カナダはね、まあ、アメリカ人少ないですからね、そもそも人、その人口が、はいはい、いや、だからすごいですよ本当に。 USA おじさんがいるからみんなやっぱやってみようかなってみんな絶対動画見てると思うし、
でやっぱりねあんなに楽しそうに、まあ、もちろん大変なことたくさんありました、はいはいはい、さっきもありましたけど埋まったりとか埋まって1700人請求される僕もめっちゃ怖いんですよあれ見てからもうもっと気をつけようと思いましたもんいやそれそういう役に立ってもらえればもうあもうここやばいって思うようになりました、ね、特に雨の日とかねそうそうだからね皆さんやっぱ影響を受けてますよねだからすごいなと思いました、ね、いやいやいやもう僕もやっぱりいろいろ教えてもらったりもして、何もそんな小さなことがお役に立てば僕も嬉しいですいやいやもうほんまにだからねずっとお礼したいなと思ってたんですけどありがとうございますこの場を借りてあいやいやよろしくお願いしますいやもうね、でもなんかどうやって連絡取ればいいのかずっと分からないんで、あとで情報交換しましょう。だからもうた、まあ、絶対会うことないやろなと思ってた。だって僕他にも、まあ、あのアメリカのドライバーさん何か知ってますけど、やっぱ僕がやっぱカンパニードライバーっていうのもあって、はい、なかなかやっぱ会う機会っていうのを作れないんですよ、ね、そうこの仕事してるとやっぱり同じ会社と出会っても会えないことが多いですよそうですもう一回外に出たら、はい、もう会えないみたいなそうです僕はもう うちの会社のドライバーさんで会えないでしょで知ってる人なんてもう数えるほどっすよ、ね、そうでその人ともう一回会おうと思っても会えないっすタイミング合わないっす、ね、合わないっす今どこって言ったらなんかマイアミとか言わはります全然違うとこにいるみたいなカリフォルニア行ってとか言ってもうそんなんばっかりですだからもう気長に待ってたらそのうち会えるかなみたいなそんな感じですよねそうですねいやそれがまさか、それが今も信じられないですよなんかだから奇跡だと思いました本当本当にそうですよねいやなんかもったはるんちゃいますよってこう引き寄せる何かを引き寄せる力いやもう見事に引き寄せられていきましたそうですいやあんまり嬉しいですですね、じゃあどうしましょうかとりあえず、はい、そうですね、もう一回ちょっと撮らせていただいてよろしいですか。あ、いいですいいです。じゃあゴートさんと前で撮りましょうかぜひ。あ、はいはいはい。ゴートさんの前で撮ってありがとうございます。お休みのところお話しいやこちらこそ本当にお時間ありがとうございます。本当にあここでも撮りましょうぜひ、はい、ゴートさんカナダ側カナダ側はアメリカ、カナダで ありがとうございますめっちゃ嬉しいすごい嬉しいカナダのモードの仲良しあほら、嬉しいなぁ嬉しいですほら、モードさんのトラックやっぱどれくらいの大きなってなってるあ、ほんまあ、ほんまですねなんかね、インターナショナルってなんか小さなドラッグに、はいはいはい、あ、小さいですねで、だけどフレートライナーもキャブのとこまで幅が窓も全部広いんであ、なるほど広いんですよ、運転した時ねこっちだと普通の小さなドラッグ乗ったような感じですね運転席座った時あ、だから広角で結構取れるんですね、うん、あ、なるほどそんな感じですへぇ、いや、すごいなぁ、ほんまにちなみにドラッグはあれですかあのはいちなみにコートさんのトラックはこれは常にこれなんですか主に僕ははいもうこのトラックばっかりあこればっかりそうですはい故障とかはありました今までF タンクの電車ポンプが壊れたんですああまだ新しいはずやのにはいはいこれですかこれ壊れたそうですはいこのトラックでそれでエラーで始めちゃったエラーが出てで僕はそのまま走ってたんですよねはいはいまあまあまあ大丈夫かみたいな感じで、はいはいはい、でもう一回エラーが出たのかな、はい、でそれでなんかスピードリミットが制限されてああエンジンでなんか下がっちゃったそうです55万円までしか出へんはいはいはいでまあまあどうにかなるやろっていうこれあかんのですけど、まあ、55ならまだマシですね25とかじゃないからそうですそうですでちょうどカナダの国境に着いたんですよねでエンジン切るんですけど、はい、うるさいから切ってつけたら、はい、もう5マイルしか出なかったあーもうさらに悪くなったんですねそうです、はい、もうでそれでもうそこからレッカーですあー引っ張っていかれたはい、ソラリマスまであの2回に分けてあー分けてたんですね山の中の国境やったんであーそうなんですねで会社からはめっちゃ怒られましたなにすぐに修理しなきゃダメよって言うんですかなんで、はい、なんで報告しにへんかったんですかあーなるほどいやー僕の大丈夫かと思いましたねそうです、はい僕の自分の車もエンジンランプずっとついてるんであまあちょっとしたことがないからみたいなねそうですあでもそれぐらいですね大きな問題としてはないですね、あ、いいですね
で、まだ1年半なんでこれくらいですよ。そうですね、タイヤがバーストしたりも今のところないんですか。ただまあトレーラーの故障はしょっちゅうあります。トレーラーの故障ってのはリーファーユニットが止まっちゃうんですよ。リーファーリーファーが温度、まあ、リーファーの温度がね設定以上に上がらへんかったりとか、下がらへんかったりとか、あとはなんかやっぱりもうトレーラー交換すごいするんで僕ら。あ、そのドロップアンドフックとか。そうですね、どうのこうのとかそういうやつですよね。トレーラーがいつも違うってことですよね。そうですそうです、うん、はいはい、やっぱりそうなってくるとトレーラーの状態が悪いとか、そう、前の人がちゃんとやっといてくれればよかったのに、そうです、放置されてたテールランプつかないとか、もう禁止品とかやっぱり結構あるんでね。わかる、僕もある。ありますやっぱり。ありますよ、そういうことが結構あって、でそれで修理持っていって時間取られることが結構あります。やっぱり大変ですよね。そうですね、まあ、この仕事のしょうがないところというかね。そうですね、乗り切らなきゃなんないですね我々ね。そうですね、やっぱり心にゆとり爽やかマナーで。あ、もうまさにそうですよ僕一回使わせてもらいましたけど勝手に使ってくださいと。いやでもほんまにそうだなと思いました。もうみんなね、やっぱり怒ってもしょうがないっていうね。そうですね、やっぱり、ね、怒るだけ損っていう。そうですね、やっぱり。ちなみにちょっと聞きたかったんですけど、はい、これなんすか、これなんかこの白いの、これこれがまあこのナットですよね、はい、ナットが緩まないんですよ、ね、緩まないように、あ、いや緩んだら分かるようにですね。あ、緩んだら分かるように。あ、これがこう動くから。そうですね、外れるんですよね、外れて。なるほど、あ、初めて見る、僕初めて見ました、これ。だからもうこれがもうここ今はまってますけど、これが外れたら、はい、おかしい。そうですね、もうすぐにネジ締め、はい、ソップに持って行ってくださいねってやつですね。やっぱり会社さんにていろいろ考え方あるんですよね。あとカナダのドラッグさんで僕気づいたのが、はい、トレーラーのタイヤのところになんかやっぱりなんかタイヤが回ってるかどうか分かるようにするために、多いですね、やっぱついてる。なんかただ目印がついてて、はいはい、運転席から見てタイヤが回ったらくる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 回ってるのが分かるようにする、はいはい、ついてるのをよく 見たんでカナダのドラで、多分そういうことかな。冬とかやっぱり凍っちゃったりしたらタイヤが動かなくなるじゃないですか、ブレーキ。そうなんですよ、僕も一度ありました、はい、チェック必ずチェックしないといけないんですよね、はいはい、特にもう氷点下結構30とか40とか行くんですよ、ド C で。あ、 C で、そうですね、まあ、同じド C で30、40って言ったらそれでもあれですね、まあ寒いですよね、かなりね。かなり縛れますね。やばいですね、やっぱり。したら解除しても動かないってことですね、あれ、はい、そうです、そうです、凍っちゃってて。そうです、そうです。でそのまま走るとタイヤが擦れてパンクしちゃうっていう。パンですね。だからもう必ずチェックするようには言われてて。そう、大事なんですよ。そう、うちの会社のトラックはその目印ついてないですけどね、うん、あ、ついてないですよね、こっち。そうなんですよね、だからチョークで、まあ、こんな感じでこうチョークで印つけてちょっと進んでちゃんと動いてるかっていうのを運行前点検でやってくださいみたいな。そうです、必ずやってください。実際に動かなかったこともあったんで。あ、やっぱありました、はい、まあ、叩いたんですけど、ね、ガンガン。あのブレーキ、まあ、ドラムをね、はいはいはい、ドラムダメでしたね。ダメでしたか、はい、その時はどうですか。あの会社に連絡して、はい、もう違うトレーラーを持っていったり、もしくはそのメカニック、モバイルの、ね、モバイルメカニックを呼んで直してもらうというパターンが多いですね。だからやっぱうちの会社にもつけてほしいなと思ってました。あれあると便利ですね。そうです、あの手間が省けるなっていう。ちょ、思います。僕の場合は、はい、まあ、タンカーだからっていうのもあるんですけど、タイヤが回転してもこうハンドル切るとキャブが傾くじゃないですか、斜め。あ、はいはいはい、したらこうミラーで見えるじゃないですか。そうですね。でそれで目で見て、はいはいはい、昼間ならね、夜は見えないんですよ。あ、そうですね、やっぱりね、はい、で昼間だったら目で見て目視で回ってるのを確認できるんで、はい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 、でそれでやっぱ確認するようにしてますね、毎回ね。あ、やっぱり、うん、あ、そうですか、うん、やっぱ冬はそうですね。僕夏でも気をつけてますよ。あ、そうですか。夏でも、あ、そうですか。エアラインがおかしいとか、はいはいはい、ブレーキのその、はいはい、やっぱあれがおかしいで、あ、なるほど。程度の悪いトレーラーたまにあるんですよ。ご存知の通り、はい、たまにあるんで、はい、で、あ、そっか、やっぱりチェックした方がいいですね。夏でもミラーで見てタイヤ動いてるかなってチェックしてますね。はいはいはい、トラックってパワーあるんで、はい、ブレーキがかかっててももう何の抵抗値もなくヒューって進んでっちゃって、はい、ブレーキがかかってたら到底思えないっていうね、はいはいはい、でよくよく見たらタイヤが引きずられてて、はいはい、黒いマークがガーッててきてるみたいな。いっぱい見かけますよね、ハイウェイ走ってたらね。怖いですね、あれね。だからあれなんか多分走行中にエアライン外れるとか、はいはい、まあ、なんかの故障でね、はいはい、ロックしちゃうんでしょうね、あれで多分、ね、怖いですね、やっぱりね。そう、バーストも怖いですけど、バーストも怖いです、はい。
くトラック、うん、移動してシャワー入って、はいはい、準備しますんで、はい、分かりました、はい、本当ありがとうございました、ゴッドさん、またいえいえ、こちらこそほんまありがとうございました、ほんまにお会いできてよかったですよ、今度また電話でお話でもできればと思いますね、ぜひぜひぜひ、眠い時とか、はいはい、電話してください、あ、ね、どこにいるんですかみたいな、そういう時、まあ運転中なんで、まあ、できないこともあると思うんですけど、はい、はいはい、僕は基本的に運転中もう安全できる時は電話、これでヘッドセットでできるんで、あ、はいはい、会社のポリシーあります？厳しいです、会社のポリシー、電話中、運転中は電話絶対ダメよとか、あ、それは大丈夫、ちゃんと、ね、つけてれば、Bluetooth 使ってれば大丈夫です、ね、まあ、会社からも電話来るんじゃないですか、今、ね、会社の仕事の話、電話とか、まあ、あんまり来ないですね、僕らはもう、まあ、チャットでやり取りするか、あとはもうデバイスに直接、クアルコムですよね、そうですね、まあ、でもそんなにないですね、あ、そうなんですね、うん、まあ、会社さんによっていろいろあるみたいですけどね、厳しいところですね。そうですね、ウォルマートソンさんとか厳しいみたいですよ。あ、そうですか、やっぱり給料いいんだけど、はいはい、なんかいろいろ細かくマイクロマネージされるみたいです。あ、そうですか、まあでも分かりますよね、事故起こしたら偉いことですからね、そう、まあ、ウォルマートさんも過去に結構すごい事故とかやっぱりあるんで、あ、まあでもどこの会社もありますよね、プライムもあるし、そうです、バイソンさんどうですか、聞いたことある？ あ、 あります、あります、やっぱある、うちもね、毎日のように何日間事故が、事故でしたって、ね、そう来るんですよね、最近もなんかあった、はい、なんか1位に戻ってましたね、あ、1位戻ってましただからどっかであったんやろうなって、やっぱ2000台もあればね、はい、やっぱりありますよね、どっかでね、やっぱり特に天気悪いところを走ってる人ら、余計リスクありますよね、そうですよね、そんな滑ったりとか、冬やったらみんな気をつけるけど、あ、余計ね、中途半端な天気の時が危ないみたいな、そうですね、冬だともう元々滑るからみんなすごい気をつけてるんですよね、そうですね、でも冬は本当にもうなんか10日に1回どっかで起きてますよ、やっぱ起きてますか、はい、滑りって言ってね、特に、まあ、ウィニペグとかあの辺なプレーリーっていうんですか、ずっと平地みたいなところですか、そうです、そういうところで地吹雪、そうです、もう雪と風でもう一瞬でなんか取られるらしいです、本当に倒れたりするらしいですよね、箱車さんで、そうです、ジャックナイフとかそっちがあるって言ってました、だから怖いなと思います、本当スローダウンしかないですよね、そういう時はね、もうそうです、それかもう止まりなさいっていうのは うちのそうですね、ポリシーであるんで、ですよね、はい、まあ、我々頑張って生き延びていきましょう、あ、はい、そうですね、ほんまに、はい、ほんまに、はい、そうでは心にゆとり、爽やかマナーですっていう感じですね、はい、ありがとうございました、コートさんに言ってもらいました、はい、じゃあそんな感じで、はい、ほんまにありがとうございました、はい、ということで皆さんまたありがとうございました、さよなら、ありがとうございます、いいよ、ほんまにこちらこそありがとうございます、え、ちょっと中を見させてもらいます。もうここではすごいです。すごいな。ちょっと物がね、いっぱいあるんですけど、はい。あ、これが有名な。有名な人がおります。うわ、すごい。狭いでしょう。あ、なんか動画で見てる方が広く見えますね。広く見えます。うわ、すごいな。うわ、本当に本当にスタジオですね。スタジオ。うわ、すごい。うわ。で、ここにもカメラ1台あってね。そうです。あ、そっか、これが普段は GoPro 撮ってるんですけど、あっちの GoPro。はいはい。こっちは使ってないです、ほとんど。あ、そうなんだ。あ、そっか、そこにもありますね。そうですね。運転席のカメラそこで、あと隠れてますけど、はいはい、そこに外撮るカメラ1台。あ、そうですね。そっち側に。夜はこれで。これはすごいですね。ああいう風に取り付けてあるんですね。あ、そういう風につけてる、そう。で、あの箱もちゃんとタイラップでタイダウンしてるんで、急ブレーキかけても落ちてこないように。ああ、そうなんですね。ちゃんとあの木で補強して、じゃないと死んじゃうんで、あれが頭から落ちてこない。確かに、確かに。で、モニター最近、一番最近つけたのはモニターつけて、コンピューターがちょっとあってみたいな感じです。編集したかったんですか？編集してました、さっき。はい、ちょっと、はい、エンコードしてました。うわ、すごいな。だからエンコード熱で車内がすごいことなんです、熱気が。おお、そんな感じです。わあ、すごいです。ありがとうございます、ほんまに。なんか見させてもらいました。すごいですね、ほんまに。はい、USA おじさん出発しはります。
いやお疲れ様です。いやめっちゃ楽しかったです。いやちょうどねおじさんもね時間あったんでちょっとだけねお話できました。もうめっちゃ楽しかったです。なんやろ、もうすごいテンション上がってて、いやなんかねいつもねほんまに動画で見てるままの人でした。もうめっちゃ楽しくてすごい明るくて、なんかもう一緒にいたらねなんかもうポジティブなオーラがなんか自分に集まってくるような感じの人でした。わあ、未だにちょっと信じられないですよ。今ね出発しはりましたけどね、まあ、出発って言っても出発はもうちょっと後なのかな。違うところにトラック止めてなんかシャワー浴びに行かってから出発なさるって言ってはりました。あ、どこ行くかは聞かなかったですね。いやでもほんまに良かったです。まあ、動画自体はね全然あんま撮れなかったと思いますけど、そんななんかもう気使う余裕はなかったです。なんかすごいもう楽しすぎて、なんならもう別に僕は動画撮らんでもいいかなっていうぐらいでした。まあでもせっかくなんでね撮らせてもらいましたけど、でもちゃんと撮れてるかどうかわかんない。はい、もしかしたらまあ近いうちに僕が USJ おじさんの動画に登場してるかもしれません。いやもう本当にびっくりですよね、こんなことあるんですよね。いや本当にね、なんかお会いする機会は多分ないんやろなと思ってましたもん。やっぱねトラックドライバーしてたらね難しいですよ、会うっていうのがね。そのオーナーオペレーターさんとかやったらももしかしたらねスケジュール組みやすいかもしれないですけど、でも僕みたいなカンパニードライバーはねもう大概もう次の予定が入ってるんで、こんなに一つの場所でのんびりできるっていうことをが、まあそういうこともあるけど、でもなんか誰かとここで何時に待ち合わせしてとかいうのはなかなかちょっと難しいかなと思います。今日も予定入ってたらもうもっと走ってますしね、違うところまで。でもまあ日曜日やっていうのもあったから偶然ですよね。でここにトラック止めたのももうほんまに偶然ですからね。さっきおじさんにもね説明してましたけど、まず隣にタンクが止まってたっていうのと、でおじさんのね、で右隣には普通の箱車が止まっててリーファーじゃなかったんですよね。リーファーの隣には止めたくないんで、特にコンティニュアスモードで動いてるリーファーの隣には絶対止めたくないんですよね。だからね、あもうここしかないやんと思って止めたら左におじさんのトラックが止まってました。でもうちょっともうずっと待ってましたしね、ちょっと起きはるかな、いや分からへんしな、もし寝たはったら申し訳ないしなとかずっと思ったんで、まあでもよかったですよ、ほんまにすごい嬉しいです。またちょっとテンション上がってますもん、やっぱりね。でまあお礼もできたんで、お礼というかまあなんかあげたとかじゃないですけど、でもやっぱり僕はね USA おじさんに影響を受けてトラックドライバーになったっていうのもすごくあるんで、やっぱすごい影響を受けてるんで、だからねやっぱすごいね直接お会いしてねお礼を言いたいなっていうのはずっとあったんですよ。やっぱまあ直接ねお話はできたんですけどね、やっぱUSおじさんの なんて呼べばいい、おじさんって言っていいですか。おじさんのね動画を見て、あトラッキングの仕事楽しそうやなって、あできそうやなって思えたのがやっぱすごいねやってみようかなってこう決断したね一つのきっかけやったんでね、しかもすごい大きかったです。だからねやっぱりねありがたいですよ、ありがたいと思いました本当に。いやほんまにありがとうございます。しかもほんまに直接会えたのがほんまに嬉しいです。未だに信じられないですよ、今までだってねテレビっていうか YouTube ですけど、
何回も直見てきたわけじゃないですか。そのおじさんとですよ、直接会えるなんて、ほんまにもう今の時代られへんもん。もう何やろ、もうほんま楽しいよ。あ、暑い。もうシャワー入ったけども汗だくっすわ。もう一回シャワー入ろうかなって。まあでも、まあ、おそらく僕の動画見てくださってる方は、皆さんおじさんの動画を見ておられると思うんで、ね、だからまあちょっと楽しいかもしれないですね、見てても。えーって思うかもしれないですよね。まあそんな感じです。いやもうほんまに良かったです。楽しかったです。はい、ではまあ今回の動画は以上です。もう今までの僕の動画で一番のもう一大イベントですね、これが。ほんまに。まあそんな感じです。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。え、 USJ おじさんと会えてよかったねって思ってくれる方、グッドボタンお願いします。あとチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じです。ではありがとうございました。失礼します。